はい、まいちゃんが走っておりますね。たか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 、かわいいね。これからお昼作ります。晩ご飯とお昼一緒に作るんだけどね。今12時ちょい前ですね。さてさて何作るべーってのを考えながらなので、大体もう決まってますよね。今日はまずね、鬼しめ作るんですよ。鬼しめ、これね、鶏肉と厚揚げと、あと根菜入れてガツッといきます。根菜入れてガツッといくです。それで、あとは鶏の肉があるんで、鶏これね安になってるから、これはもう今日鶏のカツいっちゃいましょう。カツなんか元気いいねビビーンチーズがあるんでね、チーズとハムと、あとキュウリとなんかね、サンドイッチも作るんですね。サンドイッチ、なんで2回同じこと言うのこれちょっと古くなってきたんで、これお鬼しめでしょ。人参を使うでしょ。ブロッコリーも茹でちゃうでしょ。どん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 ですよね。かぼちゃも入れちゃいましょう。この体系はね、それで入れていいんですね。で、これはここら辺になりますね。大根ちょっと入れちゃいましょうかね。大根、大根、レンコンがあったんだよね。レンコンがあったのを、この神の目を持つ私が見逃すわけがない。これはあれですね、サンドイッチですからね。レンコン、レンコン、今レンコン安いからね、美味しい。つまりレンコンの季節なんだよね。こんな季節あるんだ。やっぱブロッコリーやってるね。ブロッコリー見かけたけども、ブロッコリーですね。これもね、早めに使った方が美味しいですね。はい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 、いろんなもんあるよ。あ、いけねえ、なんか揚げ物するのになんか買ってこうだと思ったんだよな。だいたいこういう日は、朝と昼を一緒に、昼と夜のものを一緒に作っちゃいますね。やっぱ、鬼しめ後でもいいんだけどね。鬼しめ後にしようか。ああ、それがいいかもな。鬼しめ夜にしよう。ちょっとあんまり一日いっぱいやると疲れちまうからさ。まずは今日はお昼と、とんかつね。カツは基本的にそんなに慌てないんですよ、カツはね。まあ、レンコンの肉詰めとかうめえよな、揚げるとね。それもやっちゃおうか。筋肉があるからちょっと撤収してます。パンのサンドイッチは作りたいよね。まあ、いろいろと考えることは多いね。レンコンの肉詰めにしようか、それと鶏をカツにしようか。鶏カツね。うん、鶏カツはちょっと夜の分もあればいいからね。一匹分でいいね、鶏カツはね。そうしましょう。レンコンの肉詰めが入るからね。あのね、レンコンの肉詰めはね、これは覚えておくといいんですけれども、いや別にどっちでもいいんですけど、あのね、一回あの、なんていうの、電子レンジでチンしとかいくと美味しい。あの、電子レンジでもうレンコン自身を蒸してあげておくとね、まあ、もう水に浸しといてもいいのかもしれないけど、蒸した方が美味しいと思うね。蒸すか。そうすると、あの、肉がこう上がっていくときに、こう美味しさがこう、進行していくでしょ。レンコンの中に。で、唐揚げで割ってあげちゃう。ね、これね、はい、
このまんまレンコンはまず蒸しちゃいましょう。一応蒸しで真空でギュッてやってそのまんまカツポッ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 ってやってブンってやるね。プッポッポッポッボン。でここはこれはこの辺はこのぐらいに切ってね、こう大きく切ってこうね、一口カツですよね。そうね、と鶏とあとあのなんだっけ、フライがあるからそのフライでいいでしょうね。塩振って塩と胡椒を振ってパヤパヤ。もしちょっと温度を上げとこう、油の温度を上げとけん。よいしょ。うちはね電子処理器があるんだよね、ここにね。よいしょ。で160度ね、この手のものは160度でいいでしょうね。これはもう下げちゃう。 OK。 で、あとはの甘物系だからな、この人たちをまず粉振っていかないからね。胡椒もだ。この小さいのダメだよね。でも入れといて自分でダメだよねっていうのもなんですけどね、ダメなんですよね。よいしょ。手首行って、あ、やべえ、小麦粉が足りなくなりそう。ちょっとでかくないとダメだよ。パン粉が足りなくなりそう。小麦粉ね、よくかけておきましょう。しっかりとね、ちょっとなじませておかないといかんですよ。で、これ、この入れ物は次にあれになりますね。レンコンの挟み揚げ。あ、いけない、これも流し入れちゃったよ。パヤッパー。もう純粋にひき肉オンリーです。ね、すごいね。ちょっと水でさらして、レンコンの中にね、味が染み込んでいきますからね、これでね。うん、ぬめぬめってしてます。どうしようかな。卵だ。1回で全部済めば楽なんだけどよ。そう言っても、よし、パンコ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 パン。まずこれが先、卵を溶いて、
まあ、よく溶いてね、よく溶いて、パン粉の嵐、こんなでいいと思うんだけど、パン粉、この辺はね、箸にいろいろとくっつかないもんね。料理はね、大変だよ、作るの。けど、なんで料理忙しいからできないっていうかっていうと、料理は500円で買えるもんなんだから、それでいいじゃないっていう考え方でしょ。料理の価値が500円で済むんだ。ね、満腹は500円かもしれないけど、健康な人生っていうか、まあ、あのピンピンコロリの人生っていうのは、500円じゃ売ってねえんだよ。わかんねえかおめえらそのぐらいって感じだよね。わかんねえかおめえらそのぐらい。500円どうじゃなく金かかってんだからさ、僕の料理作るのに。俺時給いくらだと思ったもん俺。いや、仕事の方がたっただろう。まあやっぱ、まあな、仕事なきゃタダだよね。うん、楽しいよ、こうやって作るの。今はなんかピーピー言ってますから、ちょっと前かったね、この冷凍のイカフライから先行きましょう。冷凍イカフライから先行くで、ゴンス。あ、行ってねえ、ゴンスっつったよ。ゴンス言うともう二度と口きかないわよ、あの子と。分かった？で、心の中の人に言われましたけどね。まあいいじゃん。イカリングやるとどうしてもビール飲みたくなるんだけどさ、これはやっぱ宿命だろうかね。いつでもビール飲みたいんだけどさ、やっぱり運命だもんね。なんだそれ、うめい、うめい、うめい、あれ、あ、あった、ここだ、これここにあったよ、この雪平、ずっと探してたんだよね。今ここでこっち側にね、換気扇回して、ここにこう屋根つけようと思ってるんですよ、屋根、ここにこういう風にね、そうするとこっちに換気扇にこう入ってくるね、煙が。そうしないとちょっと大変だよね。イカリングは190度かな、180度かな、160度ってちょっと低かったかもしれない。怒られるぞこれ、誰に。料理の神様いねえや、こんなもん。料理の神様はこれだ。俺が怒ってる。これやっぱ。あ、だんだんいい音が出てきました。温度が入ってきて。今度こうやって下に敷いておくとね、お盆洗うの手間がない。お、なんかいい音になってきましたね。その間にここを。どう
とパン粉をつけたり、パヤパーツ、はい、そしたらレンコンにひき肉をつけていきましょう。まあ、このひき肉はね、大したところになってるんでね、ちょっとこのぐらいでいいんじゃないかな。ちょっとだけでいいんですね、ひき肉は。軽く塩と胡椒して。カレー粉でもいいけどね。塩と胡椒をして、ちょっと温度をね、手の温度を元に戻してみましょう。もういい感じ、向こうもいいみたい。ああ、よいしょ。うん、上がってるね。うん、カリッとしてる。はい、OK。 おお、よし、落ちた。はいはい、じゃあそしたらこっち行きましょう。これがね、ちょうど1回分ぐらいなんですよね、あの鶏半身が。で、その他もろもろと一緒にやると1回の食事分ぐらいになるかな。ちょっと間空いてるね。はい、はい、そしたらこのぐらいをね、こうやって半個そのまま使いますね。やったね。粉だな、こっちだな、こっち、こっち、こっちね、さっきの粉。進めましょう。これ必ずしもしっかり入ってる必要ないですからね。レンコンにちょっとだけ穴の中肉も潜り込むぐらいでいいですよ。そうすると、なんていうの、レンコンが吸うんですよ、旨味を。それが狙いですからね。そんなにあのちゃんと入れなくてもいいし、これ椎茸もやるでしょ。もうこうやってね、具材さえできてればいいんだけど、これはちょっとね、何ですか。で、そしたらここにこれ卵を入れちゃう。卵と粉がちょうどよくなるし、でね、パン粉めんもったいないからつけちゃえ。パヤパーですね。パン粉つけて。いいかもね、これで。ち
ょっと粉をもうちょっと振っておくと。この辺は微妙だね。パン粉も入ってるし、パン粉は肉汁するからね。粉はガードするから全体を。で、レンコン自身はもうチンしてありますから、もういいね。横目タオルで拭く感じ。ほい、もう上がってきておる。うまそうじゃろ。これ感じだね。もうちょいだね。もういいかな。もう一個足しとくか。ではもう一個足して。あれしてますか。持ってみるとね、大体わかります。いいね。ほんとですか。どう？これ普通のものを作るのがさ、できないとダメよね。あの、旦那さん料理は。よくなきゃもうとんでもない、また箸を使う。よくまあとんでもない。あと普通にご飯作るのが一番いいよね。一番奥さん喜びます。はい。後片付けもしないとダメだよ。うわ、これはなんだろうね。メンチカツの一種か。野菜とひき肉を一緒に揚げて、ほら今揚がってきたでしょ。肉のジューシーなやつがこう出てきたんですね、今ね。で、まあこれで大体晩ご飯の料理が OK でしょ。はい、ちょっと昼、おじいちゃん昼食べるのに焼きサンド作りますね、これからね。本当はちょっとハンバーグ作って焼きサンドにしようかなと思ったんですよね。どこ行った？はい、おー、今一生懸命上がったね。おー、うまそうじゃの。ひき肉は油が入ってるからね、すぐに火が通りますから。これね、問題はね、いつもレンコンなんですよ。レンコンがちゃんと味付けくんないと美味しくない。もう良さげだね。こうやって持ってみたと硬い時は大丈夫ですね。おう、うまそうじゃの。いいね。うまそうでございます。大体3種類ぐらいなんかあるといいですね。はい、おしまい。揚げ物はこれで OK。 揚げ物 OK ですよ。今ボンスって言って殺されるところでしたよ。まいちゃん見ております。匂いはいい匂いなんだろうね。じゃあこれからサンドイッチを作ったりします。さっきいろいろ手の振ったりしたんで、
トマトはちゃんと洗ってたんだけど、ダメですね。肉にはね、油がなんか落ちないから、これでこうやってぬるっとしてると思うんですね。こうやって水でちょっと洗うだけでね、いろんなものっていうのはほとんど大丈夫だそうです。本当かどうか知りません。はい、じゃあこれね、これからやるのはこれ、ブロッコリーも茹でましょう。茹でるとか蒸しましょう。この肉です。生で食うもんときはちょっと気をつけないとダメだね。そんなに、なんていうの、そんなに生肉が悪いわけじゃないね。俺らだって生肉なんだから、これ生肉体が悪いって言ったら体はどこが悪い。生肉の上で動球菌とかそういう人間にとって害をなすような代謝物を産出するような細菌が繁殖するとまずいよねってことだけど、生肉が悪いわけじゃないね。それ分かってないからさ、生肉触った手でどうのこうの、生肉の上でさまざまな問題を発生させるようなものが繁殖しているものを触るとまずいよとね。ややこしいの。別に何もややこしくねえよ。それだよ。これ昨日やって上がっとかなかったね。こういうのを何ていうかというと、私専門用語でテンバステキメン、どこがバカです。はい、やったー。それでね、この上でパンを3度へ行きます。10枚入りを買ってきたんで、その中4枚を使って2つ作ります。なのでフライパンを2つ作ります。もっと、まあ長く使ってね、このフライパンもね、鉄のやつがいいんだけどさ、もしくはテフロン加工が終わってしまってるんだけど、それはそれでまたいいんだよね。ちょうど随分テフロン加工が傷んできてるから、そろそろいいかなって気もするけどね。はい、やっぱこれはこっちだね。はい、じゃあ2個、はい、弱火でいきましょう。その間にこっちいきますか。まずこれだな。これを蒸します。で、抜いたっす。このレタスなんとか食べなきゃと思って、今日はこのメニューなんです。レタスにキュウリにマヨだった。レンジでチキンと美味しいよ。レンジでチキンね、こっちはね。こっちはサンドイッチ。弱火ね、中火から弱火。これを乾かさないことに話になりませんから。はい、それで。カイワレなんだよな。カイワレどうすか。カイワレも入れるのかな。
で、これね、チーズ。とまあこれは どんなものでもいいですからね。かも、あの、お、1、2、3、4枚をいいか、まあ2枚ずつだな。ハム、チーズ、ハム、チーズ、ハム、うん、チーズは1枚ところでね、この人こうなってる。こうやってパンを、パンでバターをぬぶってやりましょう。ね、こっちはもできますね、同じことね。パンをバターで、バターをパンでぬぶるんですね。静かに静かにぐるぐるとぬぶる。ぬぶったところで、これが大事ね。言うとあれだよね、直しが出てくるあの女の子ね。で、最後にパン。こうね。それで、こうやって見てやると、パリパリってなってきます。すごいでしょ？美味しそうでしょ？こっちはまだパリパリちゃうね。ちょっと火こっち弱いですね。音がちょっと少なかったね。さっきと同じだけの大きさのバターでね、用意しましょう。こっちも先進んでるから、こうやって上げて、ここ下げて。また同じね。今度は随分熱くなってるから、ずいぶん早い時間でバターは溶けますからね。バターをさ、パンにつけて食べるのってさ、溶かすのが大変でしょ。これ逆にしてもいいんだけどね。ほら、こっちこんな動きそう。で、こうやって回してやると、ほら、
ってくれる食感が。じゃああとは弱火さ。もう一回返します、くるくるとね。それまではこれ一番弱火でいきますね。でこっち側ね同じ、もうそこのパリパリになってるから、さっき切ったパンをバターの余りを、うまそうじゃろ。キュウ、おうまいよ。こうね、んでバターが焦げる前にパンにソース2周もすればいいかな。はい、そして次こっちね。ねえ、ほらうまそうだろ、パンが。なるべくこうさ、ソフトリー、昼にソフトリーなんだから。おい、ちょっとこういうふうにね、なんかこう炭水化物作ってる時ってハイになるよね、心がね。はーい、あ、きれい。会話で入れ忘れた、会話で入れ忘れたでござる。まあ、やな。まあ、人生も忘れるもんよ。これね、中にどんどんこのあったかさが入っていってね、チーズがトロトロになってるの、それがすごい。やっぱりちょっとね、これを映画で見た時に感動しましたよね。やってみたらやっぱコツのある商品ですよね。でもうまくできた時のこの嬉しさったらないよね。ここら辺ちょっとしめっとしてるから、野菜がね、水が出るんですよ。だから野菜入れない場合もあると思うんだよね。僕見た映画では野菜入れてないんですよ。ここちょっと気に入らない俺。こっちは もうおよそ大丈夫。多分ここら辺に野菜がいるんだよね。だからあのバターがまあ入らなかったらどっちかだよね。まあいいやな、このままでいこう。んで、切るところと、この蒸気を逃がすところをね、おいしい。ね、これは、おいしいおいしいって食べてちょうだい。はい。どうじゃろ、これ最高だね。うん、これも OK、 OK です。 OK 君が来てもらって、これね、パン切り用にね、刺身包丁の方がいいです。上だけまずこう切ってやって、みんな切れたところで今度下に行って切ってあげるときれいに切れるね。上だけまず切って、でそのまんま切ろうと思って、うまそうじゃろ。これ逆に置いた、こっちの方から。まあみんなこれで置いてるね。
まそう。もう。はい。じゃあサンドイッチ切りますか。まあやんないよ。サンドイッチはこういうなんかホットサンド系で汁気が出るやつは切る瞬間が一番難しい。中に野菜いっぱいサービス入れちゃったりするとね、こんな感じだね。サラダなんかでもいいでしょうね。これちょっとパンが少ない。はい、という感じで、うん、あとはこっち、レンコンを乗って、ね、これは揚げ物もできましたね。ちょっと行くたってみようか。あ、やっぱ、あんまそうだ。うん、最高。レンコンが柔らかくなきゃダメよね。うん。じゃあ皆さんも、あと夜煮しめしますからね。これだけあると、弁当と、なんだかんだ OK ですから、美味しいお昼ご飯食べて、元気に午後も仕事しようじゃございませんか。じゃあね。バイバイ。